ニュースポストセブンです。昨年7月、すすきののホテルで男性が殺害され頭部を切断された事件、10月1日に第4回の公判が行われ、田村瑠奈被告の肉声が法廷で初めて再生されました。音声は弁護側の証拠として提出されたもので、もともとは父親の修被告が精神科医に見てもらうために録音していたデータとのことです。その内容は殺意をほのめかす英語やうおーっといった言葉にならない叫び声など傍聴人たちに強い衝撃を与えました。公判が行われるたびに不気味な事実が明らかになるこの事件、異常な家庭環境の闇はとても深いものだったようです。ニュースポストセブン。